世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回はネット上で話題になっている600年前の日本について海外の反応とともにお伝えしていきたいと思います。江戸時代の国際関係は鎖国という言葉のイメージから外交が一切なかったと思われがちです。しかし実際はオランダ、中国、朝鮮、琉球の4カ国と交流は続けられていたんです。その方法は相手国によってそれぞれ異なりますが、オランダ、中国とは長崎出島における通商関係にのみ限られていました。そんな中、徳川将軍と朝鮮国王は国書を交換し合うほど対等の友好国として国交を結んでいました。当時の我が国にとって唯一の正式な将軍の外交だったのです。そして朝鮮国王から将軍に対して信を通じる友好の証の施設として使わされたのが朝鮮通信使でした。その朝鮮通信使が初めて訪れたのは1420年、今から約600年前のことです。そして足利義教が将軍に就任した1429年、2度目の朝鮮通信使が派遣されました。友好の証の施設として表向きには足利義教の将軍就任のお祝いをしに来たとされています。しかし実際は日本の都市部の発展状況や通貨政策、文化の調査が目的でもあったそうです。そして調査の結果を報告するための朝鮮通信使として訪れたのがパク・ソセンでした。パク・ソセンは日本で何を見たのでしょうか。当時の国王であるセジョン大王に報告した内容を簡単にまとめたものがありますのでご紹介していきます。一つ目は水車の使い方についてです。韓国には水車がありません。日本で初めて水車を見たパク・ソセンは連れて行ったキム・シンにその原理を調べさせました。日本の水車は水が落ちる力を利用して水車が自然に回り、水を汲み上げて田畑に水を引いていたことがわかります。韓国の川は流れが弱いものの、日本のような水車を作り足で踏んで水を汲み上げれば、つるべを使うよりも利用者たちの負担が大幅に削減されるだろうと提案しました。パク・ソセンは日本の水車の模型を描いて送り、その模型を真似て水車を作るように伝えたそうです。二つ目は日本の硬貨についてです。韓国の人たちが綿布や穀物を物々交換するのとは違い、日本は硬貨を使用していました。そうすることで遠くに旅行する人でもわざわざ物々交換用の食料を持っていかずに小銭だけを腰につけて旅に出ることができます。また道端には旅行者が休んだり食事をしたりできるお店が設置してあり、旅行者をお客様として迎えていました。旅館の主人は受け取った硬貨の価値に応じて人と馬にサービスを提供します。川などの近くに住む人々は橋を作り、橋を渡る人から通行料としてお金をもらうことで自分たちの生活に充てたり、橋を補修する費用として使ったりしていました。日本は土地税から通行料に至るまで全て硬貨を使用していたので、重たい荷物を背負っていく必要がなかったそうです。3つ目は浴室、銭湯についてです。家ごとに浴室、村ごとに銭湯があり、住民たちが利用しています。お湯を沸かす人が口笛を吹くと人々が小銭を出して入浴します。パク・ソセンは韓国においても孤児院や警民局などの医療機関、人々が多く通う広東魚や地方の診療所に浴室を設置して体をきれいにし、またお金を利用する方法を学習させることを提案しました。最後は商店街についてです。日本の商店街は商人たちがそれぞれ自分の商店の軒下に板で棚を作り、その上に商品を陳列します。そのため埃がつかず、客が商品を見ながら欲しいものを簡単に選ぶことができました。また陳列された商品は身分の差なく誰でも買うことができるのです。韓国の市場は乾いたものや濡れたものを区別せずに陳列します。魚や肉類または野菜を
すべて地べたに置いて売っているため、歩行者たちが商品の上に座ったり踏んだりすることもありました。そのためパク・ソセンは今後はチェンロからクァントン魚までの軒下に棚を作るように提案しました。そしてどの棚にどんな商品があるのかを分かりやすくすることで、客が欲しい商品を見つけやすくなり、買い物もしやすくなることを伝えたのです。以上がパク・ソセンがセジョン大王に報告した内容です。皆さんはこのように600年も前から国交があり日本の文化が伝わっていたことはご存知でしたでしょうか。セジョン大王はパク・ソセンだけではなく複数の役人を派遣し、日本の社会や文化、技術についての見聞や探索を命じていました。またセジョン大王はハングル文字を創生したことで有名でもあります。朝鮮王朝における最高の聖君と評価され、セジョン大王の時代が政権が最も安定していた時代とされています。王権は強固であり、また王の権威も行き届いていました。韓国では子供から老人まで幅広い層に尊敬されている国民的英雄なのです。そんなセジョン大王の時代でも日本の方が文明的に韓国よりはるかに進んでいました。このような内容の話を韓国の歴史の先生や講師たちは絶対にしません。では韓国の人たちはどのような反応をしたのでしょうか。具体的に見ていきましょう。地べたに広げて商売とか未開すぎる。我が国は今でも国民たちを奴隷として軍隊に連れていくし、江戸幕府はおろか戦国時代から日本は朝鮮を超えていたのに、日本はこのような技術と資本が蓄積されたからこそ明治維新も成功したんだな。朝鮮人たちはなぜか明治維新は運が良かっただけだと思っている。朝鮮はハングルを作っただけでもかなりすごいぞ。1600年前の日本は国家概念もなし、字もわからない。16世紀頃から日本が全世界の生産量の3分の1を占めていたという。日本が輸出していた銅のおかげで東南アジア経済が回っていた。銀もメキシコの銀脈が発見される前までは日本が世界1位だった。金鉱も結構あったから金で欧州と貿易し、近代化、産業化したのである。地震を除けば位置的には悪くない。以上が韓国の人たちの反応になります。日本独自の文化的な技術を作り出し、より改良を重ねていく日本人の姿勢、それが日本が発展した要因であるのかもしれませんね。今度は日本国内の反応をご紹介します。中国との比較で奈良時代以降はそれほど差がないはず。中国はその後革命が起きるたびに大混乱に陥り、王朝が安定するまで人口が激減したりする。日本でも応仁の乱など混乱を極めた時期があるけど、比較的短期間で収拾している。だから平均的に言うと中国よりも日本の方が安定して秩序だった社会を維持してきたと言えるな。韓国人って朝鮮と日本の比較はしても中国を交えた比較は絶対しないよね。というか二国間の比較しかしないよ。歴史関連ではお隣は日本が歴史を捏造していると主張する。だが日本と中国が歴史を捏造しているとは言わない。だって日本と中国は第二次世界大戦より前の歴史に関しては認識を共有しているから。欧米も日本や中国の歴史認識を極東アジアの精子だと認識している。いかがでしたでしょうか。昔の日本人はかつて野蛮に思われた欧米人こそが真に文明を持つ人々であり、自分自身がまだ開化を果たしていない野蛮人であると悟ったそうです。そこから他国の経験を謙虚に学んできました。日本が他国から技術や文化を教えてもらうことは非常にありがたいことです。しかし教えてもらってそのままにするのではなく、技術に関しては絶えず進歩を求め、それを日本なりに発展させたのはまさにジャパンクオリティですね。
真似をすることは大切ですが、そこから先を考えることで、さらなる成長につながります。日本人同士の団結力もあり、結果に関係なく一生懸命に働きます。少し他人より多く働いたことを損したと思う人は誰もいません。そういった謙虚な心、探求心、創造力、団結心、粘り強さにおいて、日本は他国に引けを取らないと言えるのではないでしょうか。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。